皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪メトロ中央線学研奈良富ヶ丘駅の電車に乗車しています。大阪メトロ中央線の森の宮新駅計画の現場を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロ中央線は大阪市住之江区のコスモスクエア駅から大阪府東大阪市の永田駅までを結ぶ鉄道路線です。路線距離は 17.9km、 期間は標準期の 1435mm、 紀州天駅含む駅数は14駅、全線直流 750V、 第3気乗方式での電化です。また永田駅から近鉄京阪が線と相互直通運転を行っており、大阪メトロ中央線の延長路線として機能しています。近鉄京阪が線は大阪府東大阪市の永田駅から奈良市の学研奈良富ヶ丘駅を結ぶ鉄道路線です。その大阪メトロ中央線には支線及び新駅建設の計画があります。新駅が建設されるのは大阪メトロ中央線の森宮駅から北側に約 1km 離れた森宮検車場の敷地内で、検車場の北端にあたります。また新たに線路を敷設するのではなく、既存の車庫線を整備して旅客用線路に転用します。新駅の開業時期は万博開催前と後の2段階の経緯を経て2028年令和10年春を目指します。工事の工程はすぐに新駅建設に着手するのではなく、大阪万博への対応が最初に行われます。2025年令和7年の大阪万博開催時、会場となる夢洲へのメインアクセス線として大阪メトロ中央線の輸送力増強を行うことが必要になります。そのため夢洲延伸で3列車、輸送力増強で10列車、計13列車の増備が行われます。その一端として新型車両400系が2023年令和5年6月25日に大阪メトロ中央線にデビューしました。森の宮検車場の既存の保守施設を移設撤去し、13列車分の留置線を整備する工事が現在行われていると思われます。万博が終了した後には増備した列車を他の路線に転用した後、不要となった留置線が撤去されます。留置線が撤去された跡地を活用して2028年令和10年春の開業を目指し、森宮新駅が建設されます。大阪市中央区森宮中央1丁目にある森宮駅に着きました。大阪メトロ中央線の森宮駅は島式単式の複合型2面3線のホームを有する地下駅です。森宮駅で列車して駅の光景を撮影します。乗車してきたコスモスクエア駅の3番 A 系電車を見送ります。3番 A 系電車は2022年令和4年7月22日金曜日から中央線での運行が開始されました。中央線への新造車両の導入は約27年ぶりで、万博開催を見据えた輸送力増強用として2022年度中に10列車の導入が行われました。次の緑橋駅方面にかけて車庫線が左に伸びて森宮検車場に続いています。森宮検車場に向かう車庫線を活用することにより工事期間の短縮や工事費の削減につながります。改札を出て森の宮検車場の新駅が建設される予定地に向かいます。大阪メトロのニュースリリースによると、新駅は大阪城東部地区に位置する森の宮検車場内に設置されます。万博開催と IR 開業が予定されている西の拠点夢洲に対し、森の宮を東の拠点に位置づけ、東西軸の中央線の強化を行います。しかしこのエリアは増加する需要に対してアクセスが弱く、新たな駅を設置することでアクセス向上とエリアのポテンシャル向上を図ります。新駅の開業時期は
万博開催前と後の2段階の経緯を経て、2028年、令和10年、春を目指します。東西に走る中央大通りの上には、阪神高速13号東大阪線が走り、地下には大阪メトロ中央線が走っています。岩谷グループが展開する水素ステーションです。実際に水素を充填している光景を初めて見ました。この森の宮水素ステーションの他に、大阪府下で4カ所に施設があります。水素エネルギーに関する展示があり、見学することができます。UR 都市機構が運営する森の宮団地に着きました。大阪メトロ中央線の森の宮駅から歩いて5分程度の立地にある11から14階建ての高層団地が5棟、倉庫数は933個に及ぶ巨大な施設です。森の宮団地自体でちょっとした町を形成しています。森の宮公団住宅前の交差点を左折して新駅が建設される現場に向かいます。都市計画道路豊里八田線死野賀茂を北に進んでいます。この都市計画道路豊里八田線死野賀茂は最終的には国道1号線までつながる予定ですが、 JR 合建と支線の死田踏切が障害となり現在工事が中断しています。そのため京橋駅の合建と支線ホームとその前後の線路を地下化する計画が浮上しています。死田、馬の口、ナマズへの3つの踏切を除却し、約 1.3km を地下路線に移行した上で、都市計画道路の整備と交通渋滞の緩和、地域分断化の解消などを進める再開発構想が大阪市によって計画されています。現在その事業の調査検討が行われています。新駅建設予定地に着きました。この敷地の奥に森の宮新駅が建設されますが、すぐに新駅建設に着手するのではなく、大阪万博への対応が最初に行われます。2025年、令和7年の大阪万博開催時、会場となる夢洲へのメインアクセス線として、大阪メトロ中央線の輸送力増強を行うことが必要になります。そのため夢洲延伸で3列車、輸送力増強で10列車、合計13列車の増備が行われます。前回取材時に黄色いテントが建設中でしたが、アレグリアという興行が行われるテントでした。アレグリアはシルク・ドゥ・ソレイユの移動公演の演目の一つで、世界最高峰のサーカスエンターテインメントです。新駅が作られるところの手前の商業施設などが作られる事業用地で、暫定的にアレグリアの公演が行われています。森の宮検車場内に13列車分の留置線を整備する工事が仮囲い壁の向こう側で行われているのかは確認できませんでした。近くの現場を見渡せるところから眺めても、留置線を整備する工事が行われているのかは確認できません。万博が終了した後には増備した列車を他の路線に転用した後、不要となった留置線が撤去されます。留置線が撤去された跡地を活用して森の宮新駅が建設されます。アレグリアの興行が行われている土地は最終的には大阪メトロにより開発が行われ、商業施設や居住施設が建設される予定です。都市計画道路豊里八田線を挟んだ東側では、大阪公立大学森の宮キャンパスの建設が行われています。大阪公立大学は2022年、令和4年4月に大阪府立大学、大阪市立大学の2大学を統合することで新しく設置された公立大学です。現在は規則体工事などが行われています。大阪公立大学の森の宮キャンパスは森の宮新駅開業に先立ち、2025年令和7年に開設される予定です。森の宮新駅が開業すると、大阪市中心部と地下鉄でダイレクトに結ばれ、利便性が向上します。地上13階、
高さ約60メートルに及ぶ校舎には食堂、体育館、図書館などが一棟に全て集約して建設されます。大阪メトロの新駅について森の宮駅と新駅建設現場を取材して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。